こちらがグッチのお店になります。これはグッチのお店の2階です。そしてこの2階のレジの隣にこうやってエレベーターがあって、そこから3階上がります。3階がグッチカフェになっています。1階2階がグッチのお店、それで地下が駐車場になっています。それでこれであのボタンを押して、まあ、2っていうところを押してるんですけれど、日本でいうとイタリアの2階は日本の3階に値するので、今3階に登っていると思ってたんですけれど、あのなんか誰かが地下でボタンを押したらしくって、私は地下に行ってしまいました。なのでまた2のボタンを押して気を取り直して、あの3階と直行です。はい、こうやってぐんぐん登っていきます。はい、3階に到着。これがグッチカフェです。もうこれあの結構たくさん人がいるんですよね。こうやってこんな感じでとても広いです。あのグッチの従業員もあのお昼を食べに来たり、あとは休憩をしに来たりするところです。で、あのグッチのあのお店でお顔を出したみんなこの上に上がってお茶を飲みます。これがテラス席、あのソファーとかってとっても素敵なテラス席でのんびりできるんですけど、今はシーズンオフということで閉まっているとのことです。もう少ししたら開きます。こういう感じですごい人ですね。今もデザートたくさん並んでいます。飲み物もたくさん種類も豊富です。こういう感じです。イタリアに来た時はぜひ行ってみてください。